ステアチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、フキノトウです。こんにちは。こんにちは。僕たち12月26日に、鶴見区民文化センター、サビアホールで行われますステアウェイズのウィンターライブに、出演が決定いたしました。イエイ、おめでとう。アキチュンです。待って待って待って、アキチュンです。タクです。マザヒトです。アリナです。ウエです。ケンタです。おおいいね。それがやりたかったのね。で、キラプロです。1年の3月に、結成したんですけど、僕たちの3年なんですけども、最初の方からですね、割と予定の合わずですね、深夜連がすごい入ってて、夏の夜にですね、外で蚊がいっぱいいる中練習して、はいって言ってみんなで出たりとか、あの大学にこう練習できる場所があるんですけど、ちょっと夜遅くにそこにちょっとみんなでこっそり入って練習してたら、ちょっと警備員さんに来られたみたいなこともありました。それも今となってはいい思いですね。はい、そうですね。中継が違う。リードの歌声とそれを支えるコーラス陣、ベース、パーカスのリズム隊と、それが織りなす世界観に注目していただけたらと思っております。そうですね、1年生の頃からも組んでいて、去年もこのステイのサークルライブに出場したくて待たしたんですけども、出れなくてね。そうですね、去年はすごい悔しい思いをしたんですけど、はい、だからまあやっと1年ぶりの出演が決まって、すごい嬉しいというか、ありがたいというか、ね、感慨深いね。感慨深い。ありました。そんな感じです。キーボードで遊んでました。音楽家や。音楽家、本当に。音楽家ですね。本当に。いや、1歳のクリスマスプレゼントにキーボードもらって。もう。それは音楽家だわ。目指して。ミュージシャンへの一歩でした。一歩でしたね。それは今音楽活動をしております。しております。しておりますか。はい、はい、皆さんいろんな過去に恋愛をしてると思うんですけど、僕たちの歌を通じてそのほろ苦い思い出とかいろんな思い出を思い出していただけたらいいなと思います。そんな私たちが出演するステアウェイズのウィンターライブ、ぜひお越しください。ではお待ちしております。お待ちしております。バイバイ。バイバイ。